オープン戦日本ハム1-5巨人、17日、エスコンフィールド、巨人は17日の日本ハム戦、エスコン、でビジターの遠征8試合が終了。阿部慎之助監督、44、はオコエルイ外野手、26、船場様大河投手、27、の2軍降格と、2軍から参加していた横川海投手、23、の2軍再合流を決めた。19、20日のロッテ戦、東京 D まで1、2軍参加制を続けて、サバイバル期間とし、開幕直前の22日からの楽天3連戦、東京 D でメンバーを固める方針。激しい競争、新監督の思いを巨人担当キャップの片岡雄歩記者が見た。写真、ナイス。お声が周東の飛球を候補。北海道は雪。厳しい寒さの屋外とは対照的に、屋根が閉じたエスコンフィールド内は巨人ナインのアピール合戦で熱気に満ち溢れていた。激しい外野手争いを繰り広げる丸、梶谷、萩尾、松原が安打。オープン戦打率4割台の佐々木は途中出場で無安打だったが、重信は左翼で好守備を見せた。一方でオコエの2軍降格が試合後に決まった。2月の練習試合で2本塁打を放ち、2番候補にも上がったオコエ。オープン戦は打率1割2分だった。阿部監督は、自分で課題は分かっているから。それを練習した方がいいよと、スタメンに入れるとしたら上位を打たせるし。右打ちが苦手だから、反対方向にゴロを打てない、と宿題を与えた。8日のオリックス戦、京セラ D は2番として初回無視1塁から有ゴロ併殺。外野は渋滞している、とシビアに見極めた。オープン戦では、1軍参加制を掲げ、2軍の選手にもチャンスを与えた。野手は支配下29人中23人が出場。出場がない6人の内訳は中山、岡田がキャンプ途中まで1軍で、北は紅白戦で指揮官が直接見た。浅野、増田大、菊田は故障から慎重に段階を踏んでいる途中で、キャンプから現在までの期間に野手は、そうチェックしたことになる。当初は大阪、甲子園、鹿児島、福岡、北海道と続く今遠征8試合の後、19日の東京 D 初戦、ロッテ戦からメンバーを絞り込む考えもあったが、競争激化で19、20日の同カードまで1、2軍参加制を継続することになった。現在、秋広らは1軍から2軍戦に参加中。ギリギリまで見極めて開幕に向けた振り分けを決める。投手では船場様の降格と横川の2軍再合流を決めた。横川はこの日1回無失点。2軍から参加して3試合連続無失点も、それだけ層が厚くなったってこと。別に悪いところは全くないけど、チーム編成上2軍に行ってくれと言った。誰かずっこけたらすぐ入れるように2軍でしっかり調整してほしいし、ちゃんと見ておくからなって、と苦渋の判断を下して伝えた。19日のロッテ戦から井上、中山、育成のウレーニャが2軍から1軍参加する。昇降格ではない参加制も取る中で、オコエと船場様は厳しく降格とし、横川も2軍再合流とした。開幕まで5試合、サバイバルは最終章に突入する。片岡雄歩。